長島温泉は、三重県桑名市長島町浦安にある温泉施設。上記の泉室は、長島観光開発が発表しているもの。長島観光開発が所有する井戸は、長島温泉 R-2 号線、R-3 号線、R-5 号線、R-25 線、R-23 号,号線の5本ある。隣接している。 伊勢湾岸自動車道の湾岸長島パーキングエリアには足湯が設置されているが、この施設には長島温泉 R-3 号線、R-5 号線が供給されている。長島観光開発株式会社の経営する長島スパーランド、ナバナの里、ホテル化水木などの施設と国道23号沿いの日帰り入浴施設、2軒の共同浴場、 ショッピングモールの三井アウトレットパークジャズドリーム、長島がある。長島スパーランドは、温浴施設、遊園地、宿泊施設など、一大レジャーランドを構成している。隣接する遊園地と共に人気のある温泉である。現在の湯上の島は、2002年7月まで、グランスパー、長島温泉の名称だった。木曽川と長良川で形成される、和獣の最も下流にある。 人口の景観づくりとしては、ディズニーランドと同様の作り方をされている。名古屋から日帰りで行ける温浴施設としても機能する。三重県に所在するが、愛知県及び岐阜県の県境に近く、伊勢湾岸自動車道開通により車でのアクセスが向上したため、大阪府等の近北府県からの利用も多い。長島スパーランド交通アクセスも参照。ありがとうございます。